え今日はですね、コミュニケーション大全について語りたいと思っているんですけど、そもそもですね、コミュニケーション大全を語る前に、カモブックスっていう出版社について改めてね、知ってもらいたいなっていうふうに思っています。結構ね、業界に激震が走ってるんですよ、出版業界に。 もちろん出版業界っていうのは少し狭い業界で、歴史が長くて狭い業界になっているので、一般の方にはなかなか情報がいかないんだと思いますが、まあ、ざっくり誰でもわかるようなところだけを言うとですね、この20年で書店は半分になってます。半分閉店してしまってると。えー、そしてもちろん皆さんご存知の通り、Amazon がウェブでね、本を変えて配達してくれるということで、 ま、かなりシェアを伸ばしていると。で、もちろん電子書籍という選択肢もあると。えー、そして書店さんや取り次ぎさんや出版社という3社は少し元気がないっていう状態が長年じわじわと続いている。 で、これもま細かい話をすると再販制度っていうね、価格を変えてはいけませんとかね、そういうルールがあって、そのことによって書店さんが守られたり、まあある意味出版社が守られたりしている面もあるんですけれども、でも実際はアマゾンのような黒船的なね、新しいビジネスモデルが生まれたり、あとまあ最近そんなにニュースにはなってこないけど、あのブックオフさんみたいなね、中古の本っていうのは値引きしてもいいんですよ。でも新しい本はね、一切値引きしちゃダメなんですね。 まあそういうこうルールの違い。でもゲームチェンジャーですよね。ブックオフさんは別に100円で本を売ってもいいわけですから、買う人にとってみれば、そんな再販制度なんて知ったこっちゃないわけなので、同じ内容の本が100円で買えるならば、1600円とか払う理由がなくなっちゃうので、そっちで買うっていう人もめちゃくちゃ増えています。なんならアマゾンで買える本も再販制度っていうルールのが外にあるので、別に価格が僕の本なんかでもね、 なんか、絶版になりそうな本とかだったら、平気で3000とか4000で売られる時ありますからね。だから、そっちはね、もうルールがないんですよ。アマゾンとかブックオフさんは。だけど、相変わらず、書店はルールでガチガチに縛られていて、まあ、要は価格を変えちゃいけない、利益率自分たちで決められない。そして、自分たちが本を作ってるわけじゃないので、陳列するだけっていうビジネスモデルになってるってことです。 あの、だってね、例えば電気屋さん電気屋さんってテレビ、例えば売ってたとするじゃないですか。テレビの価格って誰が決めてますもちろんテレビの納品価格はメーカーさんとかね、間の中間業者さんから買ってますから、量販店もね。そこで決まってると思うんですけど、実際エンドユーザーのお客様に届ける時の価格って、電気屋さんが決めてるんですよね。 でも書店さんはその権利がないっていうことで非常に元気がなくなっている。まあ、この状態をやっぱり変えていかなければとみんな思っているが実際に行動を起こす出版社や取り次ぎさんや書店さんはまあまあいたのかもしれないが今のところ聞いたことがないということでカモブックスは思い切ったチャレンジをしています。それは何かっていうと 書店さんは一般的に一冊につき利益が20%のところを30%どうぞ取ってくださいと。そして取り次ぎさんは20%取ってくださいと。これ今までのとちょっとあの、整理をするために言うと、これまでは一般的に一冊の方に対しての利益配分は出版社7割、取り次ぎさんが1割、書店さんが2割の 7,1,2というのが一般的なんですけども、カモブックスは5,2,3。出版社は20%利益少なめにやりましょう。と、出版社側の我々から契約をしに行ったっていう、まあ、かなり変わった出版社ですよね。利益率を20%最初から落としてでも、出版業界を元気にしようというチャレンジをしているのがカモブックスなんです。なんですけど、 カモブックスはまだまだ生まれたばかりで、まあ、約1年ですね。出版社が立ち上がって1年なので、全然まだ信用がないんですよ。なので、書店員さんもカモブックスっていう出版社が10%多めの利益配分で本を本屋さんにおろしてるって、書店さん知らないですからね。それぐらいまだまだ我々は知られてない。信用がないっていう状態です。だから、革命が起こせないんです。 どんなにアイデアがあって、どんなに思いがあっても、やっぱり信用が積み上がらないと、業界の革命は起こせない。もう嫌というほど、まあ、まだ一年ではありますけど、思い知りました。そこで今回、第三弾の本であるこのコミュニケーション大全に、全体重を乗せて勝負をかけよう。 ということで今取り組んでいます。このコミュニケーション大全を10万部売ろうっていうことなんですよ。まあ、結局書店さんにしてみればですよ。すごく売れる20%の利益の本と、あんまり売れない30%の利益の本があったら、やっぱり売れる20%の本を置かざるを得ないんですよね。だからカモブックスの本が売れるっていう認知、 売れるという信用がない限り、どんなに利益を多めに取ってください。書店員さんのために多めに取ってください。できれば書店員さんの給料を上げてくださいって我々がどこら、どれぐだけ叫んだとしても、そんなのは机上の空論であって、本当に誰も救うことはできないし、業界を元気にすることはできないっていうことを思い知ったっていうことなんです。だから今回は、数にこだわってます。絶対10万ブールんンだと。 まずはカモブックスの信用をこのコミュニケーション体制で取るんだというふうに思ってます。で、これはもちろんね、本を読むユーザーの方には関係ない話ではあるんですよ。間接的には関係ありますけどね。書店が減ったらやっぱりね、あの、宝探しのように、えー、自分が思ってもなかった素晴らしい本に出会うという機会は減りますから。 やっぱり Amazon っていうのはレコメンド機能が優れすぎているので過去のあなたの利益を全部覚えてるからきっとあなただったらこれが好きですよねっていうのがガンガン表示されちゃうんで自分の興味の範囲が広がらないっていうリスクがありますでも本屋さんは違います自分が興味がなかった本でもタイトルに急に心を引き付けられたり表紙のデザイン色とかであって感じたりディスプレイが書店員さんがね 本当に工夫してディスプレイで思わず目に留まって手に取ってしまった本によってこれまでに興味がなかったことの扉が開くっていう宝探しはやっぱり書店なので遠いかもしれないけど間接的には皆さんにも関係はありますただね一冊一冊の本を買う時にそんなねあの書店の利益が多い本だから買おうっては思わないと思うんですよなので私たちは 自分たちの努力によってコミュニケーション大全を知ってもらって手に取ってもらおうということでめちゃくちゃ動いてます。まあ、具体的にはフェイスブックのグループページに今ね、170名ぐらいのプロジェクトメンバーがいるんですよ。このプロジェクトメンバーはもちろんうちのカモブックスのメンバーもいますけど、カモラクドクっていうね、ずっと私たちと一緒にビジネスをやってる仲間と、それから今回の、うんと、全国ツアーの中でね、一ケース買いをしてくれた人ですね。 え、一ケース40冊以上買ってくださった推し活をしてくださっている方。え、そして、有料ボランティアスタッフをやってくださった皆さんが、まあ、全国で約170名ぐらいいらっしゃって。その方たちと一緒に、この本をどうやったら売れるかっていう議論をしたり、アイデアを提案してもらったら、じゃあやってくださいってお願いしたり、あとは、えー、こちらがキャッチした情報をね、どんどんどん,ん SNS で拡散してくださいっていうふうにお願いをして、 ユーザー・ジェネレーテッド・コンテンツ。これ何かっていうと、ユーザー、お客様が自分で生み出したコンテンツ。まあ、記事だったりとか写真だったりとかですね。そういうものを使って多くの人に知ってもらおうっていうアクションをとっています。で、それ以外にもね、あの、スレッドがあるんですよね。え、カモブックス、カモタン5万 UGC っていうスレッドがあって、そこに毎日のように、この書店さんでランキングが取れましたとか、 この書店さん18面展開してくれてますとかね、とにかくみんな書店を回ってくれています。昨日もね、あの、ヤエスブックセンターの本店、なんとコミュニケーション大全ビジネス書1位獲得しましたよ。もうこれね、売れてるんじゃない売ってるんですよね。まあそういう情報を日々見ながら、やっぱりこのコミュニケーション大全どうしても10万部いきたいなと。 というふうに思ってえ、今日もですね、ご利用しで皆さんにご紹介させていただいております。このボイシを聞いてくださっている方だったら、ぜひですね、このコミュニケーション大全手に取ってもらいたいし、もし応援していただけるんだったら一緒にね、この本の情報を撒き散らしてほしいと思ってお話しさせていただきました。えー、このですね、コミュニケーション大全のニュースに関しては、本当に自然発生的に生まれたニュースもあれば、 もう本当に自分たちで作ったニュースもあれば、書店員さんが起こしてくれた奇跡もあれば、うちのプロジェクトメンバーが起こしてくれた奇跡も本当にたくさん起きています。まあ何せすでに3万部売れてるというだけですごいことだと思ってます。ね、前回の本は本当に1500冊しか売れなかったのに、コミュニケーション大全は出版日から1ヶ月弱で3万部いってるわけですからね。 やっぱりこれほど具体的に動けばちゃんと結果に結びつくっていう証明はないなっていうふうに思っています。えー、ということでですね。あのー、このボイシーでもまたこれからもお勧めさせていただくこともあるかもしれませんし、新しいね、クラウドファンディングとかも今企画を考えてます。今ね、すでにクラウドファンディングまだ真っ最中です。あの、カモファンディングという URL の方から見ていただければですね、現在支援金額は1500万を超えて、 達成率1500%を超えるすごいクラウドファンディングになってるんですけど、まだ終わりじゃないです。このクラウドファンディングが終わったら、第2弾のクラウドファンディングも今企画しておりますので、またすごいリターン出しますからね。ちょっと非常識なリターン考えておりますので、ぜひ、 このクラウドファンディングの方にも注目していただきたいと思います。それでは今日はもうね宣伝ばかりで本当申し訳ないんですけど、どうしても伝えたくて、カモブックスの思いと、そしてコミュニケーション大全をどうしても10万部広げていきたいということをお伝えさせていただきました。あ、もう一個情報があった。次のね、3万部超えの本は帯が変わります。 今までは白い表紙に白い帯だったんですけれども、なんと赤帯本になります。そしてこの赤帯本、キングコング西野明夫さんの写真が載っております。かっこいいです。ぜひ手に取ってほしい。2冊目買ってください。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、 せーの。いいねー。書店さんでコミュニケーション大全見つけたら、写真バシバシ撮って皆さんの SNS に載っけて、ハッシュタグ、コミュニケーション大全ってつぶやいていただければ、僕の方でもリツイートさせていただいたり、シェアさせていただきます。ぜひ、ご協力、お願いいたします。